皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。ちょっとネタバレになってしまうんですが、こちらですね、先にこちらの動画を上げたいと思います。現在強 P1 復帰しました。はい、まあちょっとネタバレになったんですけどね、強 P1 復帰しました。その記念にですね、今回、まあこれまでね、最近ソロリーグをずっとやっていて、今の環境でですね、タイガがソロリーグで引いて嬉しいから、もう引いたからもう行っちゃっていいんじゃねみたいな、あの引いたから GO でしょうと言えるようなね、キャラを紹介したいと思います。はい、まあこれによって何が起こるかっていうと、例えばじゃあそのキャラ今から育成しようかなじゃ間に合わないかもしれないですけど、皆さんのそのソロやってる時のシャッフルの時の参考になればいいかなと思います。はい、というわけでやっていきましょう。まずコロボックルの虹ですね。バッチがない時でもすごい強くて安定してはいるんですけど、バッチがない時にはこのキャラバッチないボックル引いて5しようとはならない。あ、バランス、手札のバランス良くてポックルもいるから体感も問題ないし、よし行こうかみたいなのもあるけどね。ただ虹バッチポックルだったら他の札がある程度中途半端でも行っていいんじゃないこれみたいな、強いじゃん虹ポックルってなるぐらいにはパワーが高いです。安定してます。はい、何でも見れるですからね。対空できる一部アンチキャラも、アンチ関係を持っているね、有利なキャラも多く、迎撃としてその場に残ってなかなか鬱陶しくて、大型も大体倒せるですからね。はい、これポックルです。続き2体目アマゾネス。この方が倒せねえ、アンチ関係的に無理や、どうしよう、火力が足りねえ。そんな時にアマゾネス、こいつがいるだけで全てを葬ってくれると。はい、苦手なキャラも全て人たち、たちなのか分からんけど、もう一回ドーンで全部吹き飛ばすんで本当に強いと思います。アマゾネスです。はい、で次ですね、これはあの個人的に、まあ、2キャラとも両方とも同じぐらい嬉しいのがラビットとバサカ。はい、でまあもちろんね、バッチがない時はまあ手札のバランス次第かなって感じがする。ただ虹バッチがある時は両方とももう飛んでるっすね。あのもう全然引いて嬉しい、やったぜ、行くぞってなる。あーもう圧があるわ、すげえわって、火力っていうかもうなんか終盤も強いし序盤も強いし、もうね中盤も強いし、もうね隙がないよね。はい、ってぐらいにはパワーが高いです。ただバッチがない時にね、引いたからどうしようかとはそこまではならない。まあ全然弱くなくて、他の札のバランス次第かなっていう感じがする。他の札のバランスが良かったらね、ラビットバーサーカー全然ね、バッチなくても強いんでありですけど、はい、一応ね、あのバッチなくても全然いけば5だろうって思えるのは今のところアマゾネスだね。今紹介してる中では、はい、時点でまあこれはアマゾネスね近いんですけど、ビドル、こいつはバッチがなくていいです。引いたら5してもいいぐらい、持っとけばなんだかんだ何でも見れるんですよ。例えばね、最後最近やった八冠ガルとかもね、こいつ持ってるだけでベビー見れるし、カエル見れるし、兵団見れるし、まあ、カエル団はそもそもキラビル見れるけど、エミリアとかも見れるし、何でも見れるんですよね基本的に。っていうのもあってすごい安定してます。もうここのとこね、数年間ずっと優勢枠にいる。一騎打ちのスキル発動率どう考えても落ちてんだろ、サイレントだろうとか何回も思ったことあるけど、それでも優勢枠にいるっていうぐらい無難で安定してます。はい、サムライビートルです。はい、次ですね、次こちら、これはねバッチがあってもなくても強いで、ない、 ある時はやばいですね。ある時はマジぶっ飛んでるんですけど、なくても全然嬉しいキャラ。ただあったら GO かな、即なかったらバランス良かったら GO かなってぐらいのパワーなんですけど、銃剣士めちゃめちゃ好きっすね。バッチがあったらもう全然 GO していい。このキャラいるだけでもう本当に苦手なのヘッジとかオークぐらい、ヘッジオークが苦手なぐらいで、まああとは一部の方苦手だけど、それぐらいで他のキャラ大体見てくれるし、火力あるし、もうなんか砦も削れるし、虹バッチの射程あるし、もうなんか、強いっす。はい、ただバッチがない時でも強いんですけど、バッチがない時はさすがにスキル発動率と射程がね、その分下がってますんで、あの他の札が強くてバランス良くて、あ、銃剣士もよりよし行こうかみたいな、なんかもう手札のまとめ役みたいな感じになってるかなと思います。はい、続いてもうこれはね最新ですね。はい、虹マリオ虹はやべえ、虹はガチやべえ。バッチない時は正直微妙です、行ってしまったら。なんかちょっとねパワー不足になる時ある、なんかスキルあんまなかったりはするんで。ただ虹バッチはやべえっす、ちょっとね強すぎる。虹バッチはやってます。
なので個人的にこのマリオネット虹バッジはもう本当に引いたら5していいぐらいには強い。なんなら大型固定裏マリオにしてもいいんじゃないかなってぐらいには強いです。はい、続いてやっていきましょう。まあこれは相手の手札次第ではあるんですけど、あられちゃんですね。これは多分分かる人いると思います。あ、スライムリーダーだ、あ、マイマイリーダーだとかね、あ、何々リーダーだって、わ、あられちゃん刺さるやんみたいな、あ、じゃああられちゃん行こう、バッチなくてもいいでしょってなるぐらいには引いたら5、まあ条件次第だけど引いたら5になりますね。で実際に有効なキャラがリーダーじゃなかったとしても引いて別に損はない。まあさすがにデビルリーダーとかにあられちゃんは引かないですけど、大体飛ぶんで、そういうキャラが、まあ、レードとかね、大型とかね、リーダーにしてる分には全然何も問題なく、あられちゃんは引いても嬉しい枠、すぐゴーしてもいいかなって思う枠です。はい。もうバッチあるなや、あんま関係ないと思ってます。太陽も金バッチなんでね、虹バッチ持ってません。はい、続いて、みんな大好き、レードラ。竜剣士レードラでございます。ちょっと捨てを見せようか。それをこの前なんか捨て見せてほしいなって言ってる方がいたんで、コメントねもらえたんで、捨て見せます。ちょっとアラレちゃん見せてなかったけど、ちなみにアラレちゃんは、こんなんですね。はい。で、レードラですね。まあ、もう皆さんご存知ですよね。最強です。でも他に飾ることないですね。最強です。でまあ、最強ってか、まあ、安定してますね。持っときゃ問題ないって感じ。はい。で、続いて、これはね、ちょっとね、育成してないのに言っていいのかわかんないんだけど、ちょっとね、どうしても言いたい。もう、誰のね、対戦のね、配信を見てもね、毎回思う。もう、ゴスの虹はぶっ壊れてる、本当に。マジでやばい。8虹超えてるでしょって言ってもいいぐらいやばい。8虹、まあ、いい勝負なのかな。とりあえずやばいです。スキル発動率やばい、攻撃力やばい、攻撃速度やばいからスキル発動率さらにやばい。なんかもうね、おかしい。うん。ゴスはやばいです。で、バッチない時でも使えるんですけど、さすがにやっぱ虹バッチが飛びすぎかなっていう感じなんで、虹バッチかな。本当にやばいのは。うん。そんな感じですね。揃ってないんであれなんですけど、揃ってる人のを見る限り、何回見ても、ゴーストの虹バッジが出て、そのゴーストの虹バッジが働かなかったことは今まで一度もありません。毎回無双してます。はい。そんな感じですね。そしてですね、これは、多分タイガだけかもしれない。人によるかもしれないですけど、個人的にはヌボムも好きで。足キャラとして、引いて、すごい嬉しいわけなんですよ。なんだろう、まあ、状態以上運ゲーも回避できて、大型回復もできて、初手が早いから砦のダッシュもできて、開幕の砦争いも、ね、普通に有効で、なんか別に悪いとこなくないと思うんですよね。回復も強くてさ、中型の回復もできるから、形成能力も高いし、個人的にはすごい好きで、ヌーボーね引いてね、あ、足からヌーボー引いたわ、じゃあ行くかってなるときは全然あるんですよね。ってぐらいヌーボーは安定してると思います。はい、続いていきましょう。こちらは、これはね、相手のリーダー次第で、マイマイ。これね、必ずじゃないんだよね、マイマイって。全然強いと思うんですけど、相手のリーダーと自分の札次第かなって思っていて、自分の札がマイマイを出した時に、他のキャラが支援とか、キャラ数少ない4個数とかじゃなければ、全然強いですよ。まあ、オークとかでもいいし、リザでもいいし、なんかそこら辺あったらね、全然強いですよ。これがね、なんか、マイマイ、フランケン、サキバスみたいななっちゃうといらない、使う場所なくなっちゃうからっていう部分があります。あ、まあでもただどんな札であっても相手がスライムリーダーとかであればマイマイでいいと思います。はい、そんな感じですね、マイマイ。続いて、これはもう絶対に引いたら5って言えるのは、相手が8リーダーとかの状態上の時で、相手が火力リーダーの時はちょっと迷うキャラ、ただそれ以外の時はもう本当に正しい時だけはめちゃめちゃ嬉しくて、もう引いてもこれでいいんじゃねって思えるキャラがリスです。はい、リスはですね、まあ、回復も優秀だし耐久値も優秀なんですけど、リス自体のね、何よりもこのキャラって壁としても使えるんですよね。砦前で壁張ってスキル打たしてボンって結構削ってくれるんで、スキル埋めるだけでもね、でその埋めたスキルが爆発しても倒せるし、拾えば回復もできるし、まあ、もうなんか支援キャラとして、なんかエミリアがね、支援の火力としてはすごい本当に優秀で最強格だったんですけど、
何かと合わせるバランスを考えるならばリスの方が安定してるのかなっていう感じがします。はい、まあ一時期ね猛威振るってましたんで、そんなリスさんね今でも未だにね強いと思います。はい、リスでした。続いてディケイド。はい、ディケイドです。これね虹バッジあってもなくても関係ないです。まああったらね超嬉しいですけど、金バッジでもいいからね、なくても全然嬉しくてゴーする。やっぱね火力がある砦を削ってくれる壁になる、いやもうなんか言うことないっすね、まあ、とりあえず安定してます。安定です。なのでディケイド。はい、で続いてですね、まあこれに関しては相手がレドラリーダーだったらなんですけど、カニっすね。レドラとかキメラとかキメガとかここら辺がリーダーの時はカニです。カニ、これはバッチがあってもなくてもその時に限ってはすごい嬉しくて引いたらこうなります。あのカエル剣士リーダーとかでもカニ、さすがにねカエル剣士の、ね、リーダーね、あのバッチなしカニやったら吹き飛ばされちゃうんで、そこだけ注意しなきゃな、あのよく見なきゃいけないんですけどね、2体とか潜んだら見なきゃいけないんですけど、ただまあ有効です。はい、そして皆さん大好きスライムスライムですね。もうなんか対空あって壁になって重ねる土台にあって言うことないですよね。もうそれだけ、もう昔からずっと強い。そして1個飛んだんですけど、虹バッジだったらもう5する8。虹じゃない時は迷います。他の2つ相談、5体いてね3コスっていうのがね、まあ、ちょっとコストが重いんですよね。15コス分使うんで重いんですよ。ただ虹バッジがね2コスになるっていうね破格の性能なんで、虹バッジだったらもう速攻、バッジ出しちゃったら手札と相談って感じです。はい、続いてカンガルー。はい、知ってますよね8フォアガ固定とか8何か固定とかで遊んでる時に、あの練習してる時に、あ、フェイス予選のカンガルー何回も引いたんですけど、やっぱり引いたらね5した。それぐらい強いよ8カンガルーは。安定してるもん。はい、8カンガルーです。そんな感じですね。大型に関してはまあ本当に育成してる世代にもよると思うんであれなんですけど、まあ、タイプがね中型固定してたりとかして大型をね引くってことがねある場合の、大型のね引いたら嬉しいキャラもやっていきましょう。大型でですね引いたら嬉しいキャラ、まあ、もちろんね全然これに、出てこないからって弱いわけではないですよ。タイガ的に引いて嬉しいキャラをあげます。はい、それはですね1キャラ目リリス。もう安定してます。大体どの大型も倒してくれるリリスです。はい、2キャラ目ノーム。近距離の進撃大型で多分唯一なんじゃないかなノームってぐらいめちゃめちゃ使いやすいです、まあ、サイクルとかレドラー注意ですね。それがリーダーだった場合は引きに行かないですけど、そうじゃなかった場合は引いていこうとしたかなって感じ。はい、続いてもうこれも相手 あの固定次第なんだけど、バトルバルーン。バトルバルーンね、今ね、バッチなくてもね、引いたら嬉しくてゴーしちゃう。普通に強くて。たださすがに、バトルバルーンに有効なね、中型が途中でね、見えてるとか、あるとね、だんだん切りづらくなってちゃったりとかもしますんで、とりあえず相手のリーダーとサブリで予想ですね。それ次第でバトルバルーンを引くか引かないかなんだけど、ただ、そうじゃなければ引いたらめちゃめちゃ嬉しいわけです。はい。そして、これは、まあ、好みが分かれると思うんですけど、個人的には、キメラっすね。ゴレじゃなくキメラ。まあ、ゴレでフェス予選出てましたけどね。ゴレじゃなくキメラ推しです。ソロに関しては、ゴレも悪くないんですけど、なんか、スキルのやっぱ、下振れがあったりとかして、そうなるとね、やられてしまうんですよね。でもキメラってスキル下振れとかないんで、もうどんどん攻撃しまくってくれるんで、キメラは安定かなと思います。はい、そして相手がフォア側を固定してる予想とか固定してる場合じゃなければヒュドラも最高です。ただこれ相手のリーダーがフォア側だったりとか、これ絶対裏フォア側だよみたいなね、手札とかで固定の時はもう無理、優先的には引かない、個人的には。はい、続いてレッドドラゴンですね。
これみんな大好きですね。安定してます。以上。はい、そして続いて相手のリーダー次第だけど、ホワイトドラゴン、相手のリーダーにかからないことが確約されてるならばフォワードラはありです。結構ね、刺さるですね、環境的にも。すごい好きです。でガール系に関しては、でもガチでヒール嬉しい枠はキメラガールとフォワガだけですね。とりあえずキメラガール、まあ迎撃としてレッドラガールよりも安定して火力を出してくれるんで好きかな。まあその代わりレッドラガールは炎の弾残るからね。ただね、難しいんだよねマジで、炎の弾を残す意味が果たしてあるのか。結局炎の弾は残ったけどレドが死ぬんだったら、別にキメガの方向で先に刈り取ってキメガ生きてた方がいいんじゃねみたいなパターンもあると思うんですけど、結構レドハッター相打ちされがちなんですよね。うん、って感じで、フォワードラガールですね。はい、最強です。以上、最強です。そんな感じです。長々と喋りましたが参考になれば幸いです。今回は今のソロリーグ、今の環境のソロリーグでタイガが引いて嬉しい枠、引いたらゴーだよって言えるような枠について話してきました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。